パイセンベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す市場長。この町は1919 19年までウンターパイセンベルクと称していた。パイセンベルクは、プファフェン・ビンケル地方の中心部、ホーエン・パイセンベルクさんとグッケンベルクさんとの間の、アルプス前、山部、アンマー・カワサガンに位置している。この地域はひなびた風情である。 隣接する市町村は北から時計回りにベストブルン、ポリング、オーバーハウゼン、ベービング、公園パイセンベルクである。この町は公式には25の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。パイセンベルクの気候は比較的寒冷で年間平均気温は摂氏7.5度である。また年間降水量は1。 2 0 0トルである。最も降水量が多いのは6月と7月であるが、1月も多くの降水が記録されている。降水日は160日あるが、この半分は雪である。アンマー川の洪水、編集1999年にアンマー川は洪水を起こした。町自体には、いくつかの地下倉庫が水に浸かった以外に、被害はなかった。しかし、浄水場近くのキャンプ場は、 完全に水没した。2005年8月にも洪水があったが、堤防は1999年以降、高さがかさ上げされており無事であった。しかし工事中であったバイパスの橋の橋脚が破壊された。また堤防が決壊し始めていたことも明らかとなった。そもそも6月から7月の間は上述の通り、雨の多い季節であり、洪水対策措置のために、 橋の建設工事は行われていなかった。やがて、アンマー川の水も引き、8月になって工事が再開されたところで洪水が起きたのである。キャンプ場は、この2005年の洪水でも大きな被害を受けた。パイセンベルクにおける最も古い人の活動の痕跡は、青銅器時代及びハルシュタット機のものである。ローマ時代やメロビング町時代のコインも、墳墓から出土している。 最初の文献上の記録は、10世紀からこの地に所領を有していた、ベネディクト・ボイエルン修道院の11世紀の書類に残されている。町の北西部に位置する、かつて、ズルツと呼ばれていた地区は、温泉保養地として、クアウルトの肩書きを得て、バート・ズルツとなった。パイセンベルクは、バイエルン選定公領のミュンヘン会計局、ラウヘンレヒベルク地方裁判所に属した。 バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村令により現在の自治体が成立した。パイセンベルクは1919 19年3月1日に市場長となった。法院パイセンベルクさんでの組織的な歴史炭採掘は19世紀の初頭に始まった。その方画として1580年に木道が焚き火をしようとしたところ、突然地面全体が燃えたという記録がある。 石炭需要の急速な増加に伴い、工業化の時代にはこの地下資源採掘が注目されるようになった。パイセンベルクは炭鉱の町として発展し、坑道やボタ山は現在も見ることができる。こうした最短の影響により、バーとズルツの源泉が枯渇し、そのためクアオルトの肩書きは剥奪された。ピーク時には約3500人が炭鉱で働いていた。 1927年から BHS がこの炭鉱を経営した。1919年12月に炭鉱の爆発により15人の交付が亡くなった。この炭鉱は当時としては最新鋭の設備を有し最先端の状態にあったにもかかわらず、1966年にまずハウスハムとペンツベルクの炭鉱が閉鎖され、1971年にはとうとう パイセンベルクも閉山された。炭鉱閉山により、コーフラに新しい職場を提供する必要から、この町に工場や商社が誘致された。この町は炭鉱時代の施設を、鉱山博物館を設けるなどして維持、保存している。この町のローマカトリックの信者は8500人を超え、人口の約70%を占める。プロテスタント信者は、 約1500人である。残りは無宗教、または、その他の宗教グループに属す。中心となる教会は、北部の聖ヨハン教会、南部の聖バーバラ教会、プロテスタントルター派教会組織である。廃止されたザンクトゲオルク旧農場及び、主に農地からなる村が、緩やかに結びついていたアンマーヘーフェは、バイエルン州の行政改革に伴い1978年に、合併した。 この町の人口水位は以下の通りである。第二次世界大戦後の第一町長は以下の通りである。町議会は24議席からなる。パイセンベルクの紋章にはかつて炭鉱で使われていた道具であり、この町の鉱山の伝統を示す十字に組まれた金の柄を持つ2本のハンマーが描かれている。この他に3匹の鉢が描かれているが、これは昔、町域内で、 洋蜂業が広く行われていたことを示している。また蜂は、甲府と住民たちの勤勉さを象徴するものでもある。紋章の背景は黒である。これはこの町の発展に極めて重要な役割を担った歴世炭の色である。サンブルバン・レパンは、大西洋に面したフランスの町で、ロワール川川口に位置する。パイセンベルクからは約1 3 0 0トル離れている。 このほか、サボヤ地方の村エイブリーモントとは1980年から交流が続けられ、非公式な友好都市の関係にある。鉱山博物館パイセンベルクには、歴世単採掘の時代を想起させる鉱山博物館がある。この博物館から古い行動を見学することもできる。セーゲオル・クレーハイド。この他に、夏には、多くのゲストを集める屋外プール、リギル・ウッチ・エヌがある。 アンマー川沿いのキャンプ場及びアンマー川自体もスイマーに人気である。さらにパイセンベルクのアイススタジアムは、当期はアイスホッケーチーム TSV パイセンベルク、下期はローリングベアーズとバイルハイムストリートキングスがプレーしている。パイセンベルク駅及びパイセンベルク北駅はショーンガウパイティングバイルハイム線の駅であり、ゲルテンドルフ経由でアウクスブルクに至る。この路線は、 炭鉱のために、バイルハイム方面が電化されたのだが、炭鉱廃止により河川は撤去され、それ以後近代化されていない。町の中心部を、イルシェンベルクから、マルクト・オーバードルフに至る、連邦道 B472 号線が通っている。2008年12月に中心部の交通量軽減のためのバイパス道路が開通した。この道路は、南と東にこの町の中心部を迂回している。 東にさほど遠くないフクルフィングを連邦道 B2 号線が走っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは、この町から東に約30キロメートルのジンデルスドルーフにある。ありがとうございます。